アメリカ陸軍軍学隊はアメリカ陸軍が有する軍学隊である。1922年、ジョン・パーシング将軍によって設立された。このため、パーシングの子供たちの愛称でも知られる。2002年以前、陸軍軍学隊はワシントン DC に所在する軍学隊のうち海外戦闘任務に参加した唯一の部隊であった。現在は8つのアンサンブル。 すなわちアーミー・コンサート・バンド、アーミー・セレモニアル・バンド、アーミー・コーラス、アーミー・ブルース、アーミー・バンド、ダウン・レンジ、アーミー・ヘラルド・とランペッツ、アーミー・ストリングス、アーミー・ブラス・クインテットにより構成されている。ベトナム共和国、タンソン・ニャット空軍基地にて、クリスマス記念演奏を行う、陸軍軍学隊アーミー・ブルース、合衆国大統領歓迎のファンファーレを演奏する。 アーミーヘラルドトランペッツ演奏中のアーミーブラス、クインテット1922年1月25日、当時陸軍参謀総長を務めていた、ジョンパーシング大元帥は、第一次世界大戦中の欧州戦線で自らが、目にした各国の軍楽隊を模する形で、陸軍軍楽隊の設置を命じた。こうして結成された、陸軍軍楽隊は同年中に、 RCA や CBS などが参加するミューチュアルブロードキャスティングネットワークをはじめとするラジオネットワークで取り上げられた。1928年から1931年までに4度の全国ツアーを行い、また1929年のイベロアメリカ博覧会の際にはスペインで演奏した各評価された。第二次世界大戦最中の1943年6月には、 前線での異門演奏を行うために北アフリカ戦線及び欧州戦線に派遣された。この際、ラインラント方面での貢献を称えられ、陸軍軍楽隊は従軍リボンを受賞している。同時期には多数の著名な歌手、作曲家などと共演しており、その代表例としては1950年から数年間行われたフリーダムシングスコンサートがある。これに参加した歌手、 作曲家としては、メトロポリタンオペラのベース歌手、ジェローム・ハインズ、作曲家のパウル・ヒン・デミットや、パーシー・グレインジャー、ピアニストデュオのウィット・モア・ンド・ローなどが知られる。また、著名な歌手が軍楽単位として所属していたこともある。1950年代、エディ・フィッシャー、ロバート・ディニー、スティーブ・ローレンスといった人気歌手、ハープ奏者、ロイド・リンド・ロース、 後にメトロポリタンオペラのテノール歌手となるジョージ・シャーリー、アナウンサーのチャールズ・オス・グッドなどが陸軍軍楽隊に勤務していた。1963年、ジョン・カイ・ケネディ元大統領の国葬の際、アーリントン国立墓地にて陸軍軍楽隊所属のラッパ主、キース・クラークが早々ラッパの演奏を行った。1970年代中頃、 軍楽隊が練習及び演奏を行うための施設としてブルッカーホールが設置された。また、この時期にはアーミーブルース、アーミーブラスクインテッド、アーミーコラール、アーミーブラスバンドが常設のアンサンブルとして公的に編成された。重要なイベントにおいて他舞台将兵との区別を明確にするため、舞台将や特別の制服等が制定されたのもこの時期である。以後 1971年の昭和天皇及びリチャード・ニクソン大統領のアラスカ訪問1976年のアメリカ合衆国200年祭1980年のレイク・プラシット・冬季オリンピックイラン・アメリカ大使館人質事件後の人質の帰国式典1982年のノックスビル国際博覧会1984年の ロサンゼルス夏季オリンピックなどで演奏を行った。陸軍軍楽隊は、カナダ、日本、オーストラリアなどの外国でも演奏を行ったほか、アメリカ国内の著名なコンサートホール、例えば、カーネギーホール、ラジオシティミュージックホール、リンカーンセンターのクッケンハイムバンドシェル、ハリウッドボール、ハッチシェルなどでも演奏を行った。1984年、陸軍軍楽隊は、 フランシス・フォード・コッポラ監督作品、ともよ、風に抱かれての撮影に参加し、レコーディングを行った。1990年から2000年まで軍学隊長を務めたエル・ブライアン・シエル・バーン大佐の下、と、1990年には、ヒューストンの経済サミット、ニューヨークの砂漠の嵐戦勝記念パレード、ナッシュビルのリーバ・マッキンタイアのクリスマススペシャルで演奏を行った。 シェルバーン大佐は、スウェーデン、オランダ、トルコ、ノバスコシア、スコットランドでの演奏を指揮したほか、ストックホルムでも用されたソビエト連邦海軍軍楽隊との国際親善コンサートにも参加している。1997年11月、陸軍軍楽隊は創設75周年を記念した壮大なコンサートをニューヨークのカーネギーホールで開催した。ゲストとして、 ウォルター・クロン・カイト、チャールズ・オス・グッド、ロバータ・ピータース、ジョン・クリークなどが招かれた。2000年4月、ゲイリー・カイラム・大佐が陸軍軍学隊に復帰した。2002年12月、10人組ポップグループであるダウンレンジは、カントリーミュージシャンのダリル・ワーリー、コメディアンのキャシー・グリフィン、女優のカリー・ターナー、プロレスラーのジョン・ブラッド・ショー・レフィールド、さらに、 ジャクソンビル・ジャガーズ所属のチアリーダー2名らと共に、ウズベキスタン、クウェート、アフガニスタンを巡った。これは、普及の自由作戦に参加する将兵のために、米国遺門協会が企画した、クリスマス前の遺門ツアーの一環だった。1945年以降、陸軍軍楽隊が、海外の作戦地域で演奏を行ったのは、これが初めてだった。2003年に、 イラクの自由作戦が始まると、このイモ問ツアーは、ホープフリーダムと題して毎年模様されるようになり、さらに大規模なアンサンブルが参加し、イラク各地の中屯地への訪問も行われた。近年のツアーに参加したその他の著名人としては、カントリーシンガーのマーク・ウィリス、コメディアンのアル・フランケン、ワシントン・レッドスキンズ所属のチアリーダーらなどが知られる。2005年6月、 ラム大佐の退役に伴い、トーマス・ロトンジ・ジュニア大佐が、軍学隊長に任命された。ロトンジ大佐の前職は、陸軍士官学校軍学隊長であった。陸軍軍学隊本部は、バージニア州アーリントンのフォートマイヤーに設置されており、毎年1月には、陸軍軍学隊チューバ・ユーフォニウム会議、3月には、インスタントロンボームワークショップを主催している。この記事には、 アメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ合衆国陸軍戦士センター次の文書本文を含む The United States Army Band Lineage and Owners サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須ですありがとうございます